チクリンイートウォントイートヨーグルトプリーズウェイトプリーズリプリペアビラルラホールストロングハートビラルI say, I say. One, two, three. はい、チクリン 1P。UP2。Please, prepare. うん。なんか、長期プレイの後半は甘いものを摂取した方が自分的にいいっていう、そういうアナログ研究も今回手に入れてるんで、チクリンは強くなっていきますよ。チクリンいいのかな？いいの？スタートして。出てきたのはトップ1、2、3、4、5、ラホールの強心臓ビラル。選ばれたのはくしくも神殿ステージ、ギーサにとって有利か、ブライアンにとって有利か。ビラルの本キャラクターはブライアン。おっと、目の前で使った。もうブライアンをメインとしてそう活躍してるとか、 TWG に大会で使うって人は地味ぐらいしかいないんで、2位はブライアンをちょっと大会で使うのはきちいってちょっと前に考えちゃったみたいで、なかなか出さないですね。カウンターピックするような考えの時はブライアンで出てくるけど、なかなか出てこないですね、2位のブライアンは。さあ、そしてブライアン一筋の USA ジミー、そしてパキスタンのビレアルとなるか。今後ジミーっぽい、ジミーっぽい。崩してこれはギースだったら終わらない、置き攻めに特化、流れるようにヨーグルトを摂取した TYU チクリン拾っていきます。初戦勝っていたのはチクリン。おはようございます。こっちは12時間半配信してるんだよ。準備から含めたらもう14時間半だよ。神殿ステージはローディングがちょっと長い。ここで取り返していく。みんなぐったりしてる。ぐったりしない方がおかしいからね。まあ俺はあんまり全然さほど、過去にもっとひどいアルスラーアッシュがね大阪に来ないっていう時と、あの大会が重なってアルスラーアッシュの飛行機を買いながら大会運営をするっていう疲れ具合から考えたらまだいけるね。あと12時間はいける俺は。だけどあれ、これ日本時間だよな今。日本は朝の6時だよね。パキスタンは4時間なんで2時、今夜中の2時です。パキスタンは、15時間後に、ラホールから飛行機に乗ります。大丈夫なの？
あと俺この機材片付けるのに90分はかかるんだけど今日寝れないまであるな。壁どこにあった今。照明やられしていた。照明やられ、壁どこにあるのこれ。きっちりチクリも流れるようにミュージックを奏でていく。置き蹴りを誘っての疾風拳が当たればフィニッシュ。疾風拳のダメージは低いが、疾風拳でフィニッシュするギースは乗るからな。流れるようにビラルを倒していく。余裕か？ラホールの強心臓をよりも強いラホールのベリー強心臓だったか？チクリン。さあビラルを含めあと2人です。倒しきると今日は、まあ、1人ボコスカにゼロ銃つけられちゃいましたけど、今日は全員倒すという感じでチクリンリカバーしました。昨晩からこれは分け目変えるのは、チクリンの分け目が試合前と変わるのは、あっち側に扇風機があるから分け目を変えるしかないですっていう答えが出た。ちょっとクロクロレストルーム行ってきます。
Give in to your fears. Round one. Fight. KO. Round two. Fight. KO. Round three. Fight. Round one. Fight. KO. Round three. Fight. Yeah.
Round 1. Fight. Round 2. Fight. KO. Round 3. Fight. You will know your place. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Brian Fury. Geese Howard. Get ready for the next battle. Come on. This might be amusing. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. KO. Round 3. Fight. Hey.
イエスさよならあ、戻ってきました。まあもうみんな遅いんでね、あのみんな疲れ終わった人とかはだんだんと帰ったりしてますけど、でも結構残ってる。みんなカーンとかも残ってるし、もう今日は全部5先にしないで絶対に10先でやるって決めたんで、ちゃんと最後までやりますよ。ビラルは、あ、そうか、そこを中段当て身でいけるのか。まあ、入力難しいけどね。これは正面戻りせずに雷号がある。あ、背面の部分、背面の時も雷号烈風拳入んの。帰るからチクリン写真撮ってくれってね集中力途切れちゃうよな。ビラルチェンジ、ビラルチェンジですね。いや、ランダム。キャラクター変更は1回のみです。ビラルがここでギースにチェンジ。あれ、これ今ゲームカウント何？ 1-6 で合ってる？ゲームカウント、プリーズTell me ゲームカウント、 Teach me get me、ゲームカウント、 1-7 だよな、これ多分1-7だよね。俺がトイレから帰ってきたとき1-6になってたから、もうそんなに進んだのっていう感じだったから。ここで、あ、合気に変えたのか、ビラルが。サイドチェンジが 6試合後になってたやん。うそ、ゲームカウントあったの、ちょっとトイレ行ってる間にゲームカウントやっといてっていう教えて言ってたんだけど、大丈夫かな。ちょっと確認しようがないんだよな、そこ。間違ってたら怖っ。7-1 ノー、ここで 8-1 OK 確認しようがないんだよな、みんなが見ててくれないと。さすがにトイレ、俺がトイレ行かないわけにもない、行かなかったから。
うまい。パキスタンプレイヤーがゴーキ強すぎるからナーフしろってだからみんなゴーキ使っちゃうって。このチャンネルのアーカイブもちろん放送しながらこっちのブラウザで確認できるんだけど、今パソコンデスクトップ、あデスクトップじゃなく、その配信用ノート PC で2画面にしてるのよ、観客の皆さんが見えるように。だからだいぶ負荷かかってるから、ここでブラウザーのそのアーカイブを開いちゃうと配信がカクカクになっちゃったりする可能性があるんで、ちょっとやりにくいんだよねそれ。I think too. 悪魔はナーフ。これは結構一方的な試合になってきてしまった。逆転できるのか、ラホールの強心臓。スーパーゲージを2つ。そうだよね、14でいけるんだ、壁から壁へ。背面から失礼していく。ここでチクリンマッチポイント。あ、これ10でここスワップだね。あ、ビラル、ビラル、ビラル、ストップ。チクリン、スワップです。1P、2P、スワップ。スワップです。ネクスト、ラストプレイヤー、アデール、ハフェイズ、ニーナプレイヤー。ウェイク、ウェイク。ナウ、ナウク。今度はチクリンが 1P ですね。皆様のおかげで先日キャンプファイヤーの支援金目標30万円が達成されました。思ったより結構かかってます。戻せねえ、そういうこと言ってたら戻せねえの、ごめん、もう俺が悪かった俺の話今日、ね、戻すのめんどくせんだよ。はい、今の画面はちょっとスイッチングのボタン一つでできないから
ちょっとね話に夢中になるとね戻せなくなる。申し訳ね。ここからラホールの強心臓9連勝あるのか。Round one. Fight. No!
Round 4. Fight. Yeah!